皆さんこんにちは、おーチャンネルです。よろしくお願いします。今日この動画をアップしているのは10月17日。この日は私にとってとても忘れられない、そして大切な日なので動画にしてみたいと思います。で、お話を始める前になんですけども、これから私がお話をする内容は、昨年の10月17日に、同じような内容でアップしています。また関連するお話として、昨年の8月に私が、トランスジェンダーであることをカミングアウトした時に、一部同じような内容のお話もしています。今回お話しするテーマの中でいじめ、虐待、このあたりのテーマが、被るので、以前もお話ししている内容だとは思うんですけども、今回お話の中で改めて、この内容も触れたいと思います。また一部ちょっとショッキングな内容のお話もあるかと思います。この動画に関しては、無理に閲覧を私からはお勧めはしませんが、私自身の大切な日なので最後まで頑張ってお話をしたいと思います。もしよろしければ少しでも耳を傾けていただければと思います。改めましてですけども、今日10月17日、今から29年前です。1993年10月17日の午後、私は交通事故に遭いました。もしかしたら命を落としてたかもしれません。帰りの下校途中でした。小学1年生の下校途中でした。私の不注意で、飛び出して、車にひかれてしまって、足に怪我を負ったんですけども、まあ、幸い命に別状はないということで、こうして今も元気に過ごしています。ただその交通事故にあった原因、まあ、もちろん私の飛び出しがいけないんですけども、その背景には、いじめというものがありました。私はいじめから逃れたくて思いっきり走って帰る日々が続いていたんですけども、その10月17日、いつものようにいじめから逃れたいために走って下校しているその最中に、私の不注意で交通事故に遭ってしまいました。で、今日改めて動画でお話をしたいのは、こんないじめに関するお話です。もちろんいじめというのは良くない、当たり前のことなんですけども、私が過去に経験してきたいじめや虐待のお話をして、まあ、ちょっと生々しいことも言うと思うんですけども、まあ、実態というかね、私の経験談をお話しして、少しでも何か感じていただければなと思います。で、この交通事故で私が怪我をしたっていうお話も途中で出てきますけども、主に私が幼い頃から、10代にかけて、経験してきたことというのをね、まあ、幼い頃からの頃で順番にお話をしたいと思います。で、まあ、まず私は改めてなんですけども、生まれつき先天性の視覚障害者です。近くのものが見える程度の弱視です。で、私の場合は、幼稚園は盲学校に少しだけ行っていました。その後地元の保育園、そして小学校は低学年の3年間は地元の小学校に、通学していました。で、その後小学4年から高校3年まで9年間は盲学校で過ごしてました。まあ、その後大学進学というふうにいろいろ進んでいくんですけども、まあ、この生まれた頃から10代にかけて主に経験したのは性的な虐待とあとはいじめです。このあたりのお話をじっくりしてみたいと思います。私が最初に経験したのは性的な虐待でした。父親からの虐待を受けました。まあ当時はまだ虐待っていうのもよくわからなかったし、そもそも当事者である私がまだ2歳とか3歳とかそういう幼い頃だったので、辛いけどそれが虐待というのは当時の私にはまだ理解はできなかったです。ちなみにもう父親はもう20年以上前に亡くなっています。で、何をされたかっていうと、主にお家でお風呂に入るとき、まあ、小さい頃はよく
親子でのお風呂入るのは当たり前だと思うんですけども、私もまあ例外でなく、私はよく父親とお風呂に入ることが多かったです。まあ、私が目が不自由だっていうのもあって、幼い頃ですから一人でお風呂っていうのはなかなか難しかったのかもしれません。父親とのお風呂、正直嫌な時間でした。私がお風呂が嫌いだったきっかけでもありました。入浴中、体を洗うんですけども、体を洗ってもらうんですけども、その最中によく、父親に、性器を、掴まれたりとか引っ張られたりとか、そういういたずらを毎回毎回されました。ただその頃の私は何をされてるのかよくわからなくて、ただただ痛くてでもお風呂に入らないわけにもいかないから、いつもその時間が来るのを覚悟の上でいつもお風呂に入ってました。やめてとかそういう言葉も出なかったと記憶してます。でその頃言われた言葉では、まあ、これカミングアウトのお話の時にしたんですけども、女に生まれればよかったのにって毎回よく言われました。で確かに私、性自認は女性、心は女の子を感じてます。まあ、実際体は男の子として生まれてきたんですけども、女として生まれればよかったのにと言われたことに関しては自分自身を否定されたような気持ちになってしまって、もしも本当に女の子として生まれてくれば私の性自認と一致するので嬉しいかもしれないけども、幼い頃に女の子としてだったらこういう虐待、しかももっとそれ以上にひどいことをされてたかもしれないと考えると、すごく体が震えました。まあ、そんな感じで幼い頃を過ごしてたんですけども、今度は、小学生になると今度はいじめを経験しました。やはりまあ目が不自由というのが理由です。理由ですって言っても目が不自由で生まれてきたことは私の責任ではないっていうか誰のせいでもないことなのに、どうしてそれを理由でいじめられなくちゃいけないんだろう、どうしていつも自分がこんな思いをしなくちゃいけないんだろうって毎日毎日感じてました。で具体的に何をされたか、登校の時って集団登校をすると思うんですけども、私の地域でもとある場所に朝の7時何分かに集合してみんなでね、同じ地域の人たちで団体で学校に登校するというのがあったと思います。そういう時は主に、私が1年生だから、上級生の5年生とか6年生とかそういう上の先輩にあたる人たちから、お前の目はなんで青いんだとか、靴とかに石を入れられたりとか、そんないたずらをしょっちゅうされましたね。そして帰り道、帰りの下校に関しては、まあ、集団下校ではないのでそれぞれ友達同士で帰ったりとかもするんですよね。で私の地域の友達も、まあ、友達って私には思ってないんですけど、何人か仲間はいたんですけども、やっぱり下校の時そういうグループになっていじめをされました。で帰りの時によくされたいじめは、まあ、傘でつっつかれたりとか、ランドセルにゴミとかを入れられたりとか、一番つらかったのはおしっこをかけられるといういじめがすごく嫌でしたで、大雨で傘をさして帰る日、傘を壊されてしまって、それでおしっこをかけられて、どうせ雨で濡れて洗えるんだからいいだろうとか、なんかそんな感じのいたずらをされたのをよく覚えてます。で私は小学1、2、3年生低学年の時に何回か不登校を経験しました。でその1年生の、10月の、17日、29年前ですけども、いつものように私は下校をとにかく誰とも会いたくないというので走ってお家に帰るというのがよくあったんですけども、私の不注意で、本当に車の通りが少ない小さい細い道だったんですけども、その時感じたのは、まあ、万が一車が来たら飛び越えればいいやっていうありえないことをずっと考えてました。でも、まあ、めったに車通らないから大丈夫だろうと思ったんですけども、まあ、車来てしまって引かれてしまった、まあ、それもまた不登校につながる事件というか事故というかでしたね。でその時車の運転手さんとても対応がいい方で、お家まで送ってくださったりとか、なんか新しい靴を買って
くださったりとか、親切にしてくださりました。で、まあいじめに関しては、まあ、盲学校にね、4年生、小学4年生から転校したので、地元の人と付き合うことはもうなくなったんですけども、まあ別に今更謝ってほしいとかっていうことは全然私は思ってませんし、恨んでる恨んでないとか別にそういう問題もないかな。何も感じてないのが正直なところ。もちろんいじめというものは嫌ですって経験したものとしては同じ思いはもう二度としたくないし、こういうものっていうのは世の中から消すことは難しいのかな、消えてほしいんだけどね。そうですね、はい。で、そんな感じでした。で、まあ盲学校に転校して小学4年から高校3年まで9年間を、まあ、過ごしたわけで、まあ、同じね目が不自由な人同士が集まる場所なので、目が不自由というのが理由でのいじめはありません。だから高齢から逃れることはできたんですけども、まあ、また別のことが私を苦しめました。それがまた性的虐待です。で、父親からの虐待はもう幼い頃で終わったんですけども、まあ、学校とかね、あとはその学校と同じ敷地の中に、寄宿舎という寮があるんですけど、寮生活、集団生活をするんですけども、まあ、そういう場所で、まあ、私は性の対象にされました。で、まあ、小学生の頃に経験したのは、当時の、まあ、クラスのとある担任の先生がいたんですけども、誰もいない部屋、誰もいない教室とか倉庫とか、まあ、そういうところに連れられていって、やっぱり性器を触られましたね。男性の先生です。で、中学とか高校の時も今度は先生じゃなくて、生徒で、先輩のね、男性の先輩にやっぱり同じようなことをされたり、その逆のことも強要されましたね。どういうことかっていうと、やはり誰もいないようなところの空間に連れられていって、俺のを加えろと、そういうことを言われました。で、逆らうと暴力を振るような人だったので、命令に従わないと何されるかわからない、そういう状況で、逃げるに逃げられない、ようなこともありましたね。で、まあもちろんね、普通の人たちだったらそういうことは良くないんですけども、まあ、私たちというか、まあ、私は目が不自由な視覚障害ですけども、まあ、視覚障害以外のね、他の障害を負っている方なんかでもやはりそういう対象にされてしまって、特に本人がね、こういうことがあったんだよと周りに被害を発信できないような人たちっていうのがターゲットにされてしまうという現状があるんです。本当に痛ましいことだなと思いました。で、まあ、私がその、まあ、父親もそうですし、学生時代に経験したこともそうなんですけど、どうして私っていつもそういう同性の人たちにそういう対象で遊ばれてしまうのかなというのがあって、まあ、その頃にだんだん、まあ、思春期になってきて、私がトランスジェンダーであることを意識し始めて、男性恐怖症になったのがこの頃でした。私の場合は何かね、深い話をするとか悩みの相談をするとかってなると、私の場合は女性との間での話っていうのがすごくしやすかったんですね。私が女性として、女性と話すというイメージでした。よく男同士の方がね、なんかいろんな話できるんじゃないとかってよく思われるんですけども、私はそれにすごく違和感があって、男の人には私のこういうプライベートなお話できなかったですね。それはたとえ親戚家族であろうと、私の場合は、そういう経緯もあって男性というものがすごく苦手になりました。で、すごくその目が不自由ということでいじめも受けて、体のこともいろいろされてしまって、自分自身がすごくなんか汚されてしまった、すごく汚いものだっていうふうに思うようになって、大学時代には鬱になって、自分の体を傷つける自傷行為も経験しました。もう
15年以上もう前のお話になっちゃいますけどね、まあ少しずつ立ち直ってきて、今度は同じような思いをしている人たちがいたら寄り添ってあげたい、何か自分が役に立てばいいなと思って、たまにですけどね、まあ、LGBT のお話もそうですけど、こういうようなお話をさせていただいてます。今思うことは、もちろんいじめは良くないことですし、小さい子とかの虐待とか DV とか性的な虐待とか、本当にそういうニュースを聞くたびに心が痛くなります。で、言葉の暴力もそうですし、これはもちろんね、汚い言葉で相手を傷つけるのも良くないですけども、今は SNS の発達で文章でのね暴力、まあ、いわゆる誹謗中傷ありますよね。やっぱりこういうのも良くないなと思います。少しでもいじめとか虐待とか DV とかそういうものがなくなってほしいなと思って、過去の経験をちょっとね、生々しい部分もありましたけど、お話しさせていただきました。今日の動画はちょっといつもと違う雰囲気でびっくりされたかもしれませんけども、私にとっての今日は大切な日だったので、こんな感じの内容とさせていただきました。最後までご覧いただきありがとうございました。